今回は尺を返さないおじゃる丸にブチギレるみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。尺返せよって子供ながらに思ってた。こいつ顔ムカつくな。尺が帰りたがらないからしゃあない。尺の意思提起。見た目悪そうだけど別に悪いことしてない。エンマ、尺がないせいで魂の選別滞ってんの。ほんとさ、エンマが一番気の毒。尺に頼りきりで地獄の業務滞らせるほどのエンマ様も多少悪いところがないわけでは。エアツール導入してただけで悪いって言われるのもあれだな。ブラック労働から救ってやっただけなのでセーフ。ブラックの次もブラックなんだけど。エンマは今もブラックの中働き続けてるんだよな。悪いことしてるのに周りがおじゃる丸に甘くて高ニトリを敵認定してるの割と不快なんだよね。やっぱりトミーって成人ですわ。割と早い段階できつくなってくるアニメ。ちびまる子との二大巨頭。あれはそういう子供の話だし、で済むといえば済む。こっちはなんか因果応報的なパターンが薄いというか。口つきつくもん。百本人が帰りたくないって意思表示出しちゃった以上仕方ない。死後世界の選別投げ出しちゃダメよ。なお尺はおじゃる丸のところにいても雑事にこき使われまくるのが嫌で家でした話がある模様。電ボにすら一回逃げられてるほどの労働環境なんだよね。おじゃる丸の命令や要求に応えながら居候してる田村家の家事の手伝いするのって。昨日のおじゃる丸見たんだけど、なんで当然のように平安時代にいるの？時々戻るだけじゃなかったっけ？尺返さない以外にもかなり自分勝手なこと多くやってるんだよね。貴族の子おじゃる丸に振り回される周囲の人々的なドタバタコメディだと思って見てたけど、おじゃる丸が痛い目見たり怒られたりしなさすぎでガキの当時から見ててちょいちょい不快な回があったわ。痛い目を見ることがないわけじゃないけどマジでマレなんだよな。正直おじゃる丸が痛い目を見るとスッキリしてたわ。笑っちゃうんすよね。尺のくせに石なんか持ってんじゃねえ。いきなり差別かよ。人間っぱりらしいな。尺に触るよな。さすがに笑えないっすね。尺がストライキ起こしてるのにマロのせいにされてて笑っちゃうんすよね。尺の意思があろうが正式な手続きを踏んでいない時点で犯罪なんだよクソガキ。おじゃる丸に出てくるやつ。薄井幸よ28歳、独身ネタにもう笑えなくなってしもうた。あと2年で超えるわ。絶望。さすがに笑えないっすね。今年で同い年になっちゃうだと。もうすぐ同い年になるんだけど夢に向かってちゃんと作品を作れているだけあの人の方が上等な人間だな。これ毎回言う電ボってガチ性格悪くね。エンマ大王、奥さんに尻に敷かれてて家庭でも苦労しているからせめて職場だけでももう少し楽させてあげて。エンマ大王のところとおじゃる丸のところの労働環境のひどさがあまり変わらないなら尺がエンマ大王のところに戻るのが一番丸く収まるのでは。おじゃる丸は電ボがいるし尺なしでもやっていけるでしょ。商店街のテーマソング決めるのに、着付けからもろパクリして開きってたかいあったな。確かエンマ大王が尺なしで死者の選抜やる会があったけど1日5人しかできてなかったし明らかに追いつかんよな。尺が大王のところに帰ればいいってそんな簡単な話じゃねえぞ。おじゃる丸のとこにいたせいで優柔不断になって魂の選別バシッとできなくなって三角連発するようになっちまってるから今さら戻っても役立たん。余計ギルティでは？あれ？もしかしてこれエンマ大王がただひたすらにおいたわしい話なのでは？一番かわいそうなのはちゃんと判定してもらえない善良な死者じゃね。尺がポンコツになったのなら新しい尺を作ればハッピーハッピーやんけ。すみません。その結果何でもかんでも地獄送りにする尺ができたんです。このクソガキむごたらしく爆発してくんねえかな心のながらに思ってた。胸クソ感が凝縮されてるんだ。意外と多いおじゃるがちぎれ贅肉もんの表情を浮かべる普通おじゃ。すごく苦しい丸に奉してほしい。おじゃる丸アンチわらわらでくさ。こいつ一回電ボも尺も誰もいないところに置き去りにされてほしい。なんでエンマが批判されてるか全くわからなかった。おじゃる丸にヘイトぶつけるほどあれがないけど整理していくほどおじゃる丸擁護できるポイントなくなるの笑う。
昨5月から始まって取り返すために3人も派遣されてて、別に元の被害見返れないわけでもなくて、尺がないと魂の選定できなくて、尺新しく作るのもできなくて、尺がなくても連母がいるから主流には困らなくて、しまいにゃおじゃる丸と一緒にいたせいで尺はポンコツ化して積んでる。作品の愚痴はちょっと待ってもらって、同じ5歳児キャラの野原慎之助が人間できすぎてんねん。ちょいちょいやらかしてミサエからげんこつもらってるような。こち亀と同じやらかしてもお仕置きを食らったらある程度の誘因は下がるんだけど、オゼルはひたすら好き勝手にやってお咎めなしなのがもやるんだろう。むしろやらかしても叱ってくれる大人がいるだけ慎之助は恵まれてるよ。逆におギャル丸は何やらかしてもまともに叱ってくれる大人がいないから将来ろくな大人にならないだろ。注意しようとしたり叱ろうとすると、まるまるはマロのことが嫌いかのとか言ってうやむやにしようとするのも面倒くさい。ちょいちょい肉体派の方が混入してて笑っちゃうんすよね。すまぬのう、マロたちにはちと隠れ家がいるようでごじゃる。あ、殺し屋派おじゃる丸と捏造派おじゃる丸は南西に帰ってもらって、食取ったくらいで怒るなんて器がちっちゃいっすよね。ここまでピースケのです。エンマ様は教育者か何か？仕事に関わる重大な話だから大人になればなるほどガキがって感じやすくなる。おじゃる丸が泣きを見る話だと流れ星の兄貴の話を覚えてるな。五尺だよな。坊ちゃん育ちだからってのもあるし、平安時代と現代とでは根本的な価値観の違いもあるから、一概におじゃる丸を責めるのも何か違うなとは思うんだけど、それでもまあ好き勝手やるのにお咎めなしの花。保育園にも頃は話の内容を理解してないから、高2トリオの方がおギャル丸の尺を奪おうとする悪い奴だと思ってた。小学校に上がった頃におギャル丸の方が腹立つなと分かり始めたな。おギャル丸がやってきて居候したのが月光町とカルマの家じゃなくて春日部で慎之助のところだったら、本編みたいな好き勝手はほとんどできないだろうな。慎之助はもちろんだけど、家ではミサエが、子供たちの中にはネネちゃんがいるから、まあ振り回されることの方が多いだろうな。おじゃる丸が住んでるのは平安時代の平安京という妖精が住む世界じゃなかったか？確か平安京の貴族ではなかったはず。ここまでボロクソ言われてるアニメがなんで20年以上続いてるんだ。おじゃる丸は貴族の悪いところを濃縮した粉ガキの可能性が濃いすか？ちょいちょいガチアンチがいて笑っちゃうんすよね。ツイッターで少し前に話題になってたやつ、おギャル丸。仕事で使ってた PC を近所のガキに盗まれた上、日に日にスペックが落ちていってると考えると怒りしかわかんわな。おギャル丸がこんなに嫌われてたなんて知らなかった。